こんにちは、着付け講師の素直です。今回は半幅帯でお文庫結びをする方法をご紹介します。浴衣の着付けが初めての人、半幅帯の簡単な結び方が知りたい人、着物の着付けをやってみたいけど何から始めていいかわからない人、そういう方に練習用に見ていただけたらなと思ってます。前で結んでから後ろに回す方法です。もうめっちゃシンプルで簡単です。お文庫結びっていうのはこういう形、こういう形を文庫結びって言うんですが、年齢制限はありません。どんな人でも締めていいやり方です。帯結びの中で基本中の基本の結び方で、昔からある方法です。形は単純に見えるんですけれども、細かいコツがいろいろあって、そのコツを押さえたらすごくかっこいい形になるので、ぜひ練習してみてください。一つ注意点があります。この動画は左右が反転してます。皆さんが練習しやすいように鏡に映った姿のようにして私は映ってます。なので私がこう手を動かしたら左手を動かしてください。こう動かしたら右手を動かしてください。そんな感じであなたが鏡に映った姿が私やと思って真似して練習してほしいです。それでは始めます。で、スタート。それでは半幅帯の結び方をご紹介します。今日ご紹介するのはお文庫結びです。では始めます。まず帯の端っこ、どっちでもいいので端っこを持ってください。そして幅を半分に折りましょう。で、輪っかが体の外になるように肩に乗っけます。前から後ろにかけます。で、左肩に乗せても右肩に乗せてもどっちでもいいんですけど、輪っか、折り山ですね、折り山が体の外に来るようにかけてください。やりやすい方でいいです。そしたらどれくらいかけるかっていうと、肩にこう乗るぐらい、だいたいこれくらいがベストです。では胸に手を当てまして、帯の進行方向を変えます。そしてついでに帯幅半分になってましたけど開きます。 OK ですか？肩に乗っててずっとそのまま腰に巻いていきます。で、頑張って背中はこんな感じでこっちまでやってください。で、脇で挟む。そしたらよいしょっとこっち側に持ってきて、はい、ここかぶりました。これで一周しました。では引き締めましょう。帯の下を持ってください。帯の下です。上じゃなくって下を持つことが大事です。で、反対の手でこの一巻き目、ここに指を引っ掛けて引き締めます。引っ掛けてる指は固定して帯の下をぐーっと締めます。で、もう一周しましょう。手を反対の脇まで頑張って持ってって、脇で挟んでかぶせるとやりやすいです。でもとりあえず巻けたらどんなやり方でもいいです。で、もう一度引き締めます。帯は下を持って反対の手で1枚目を指に引っ掛ける。で、ギュッと締めたら OK です。そしたらこっち今半分になってますね。なのでこっちも半分の幅にしたいです。なのでここで半分にするんですけど、なるべくこの半分の根っこに近いところでこっちも半分にしましょう。で、下から内側に折ってここを半分にします。で、ここどうするかっていうと、綺麗に内側に折り込みます。折り紙みたいに綺麗に畳みましょう。はい、そしたらこっちとこっちを結びます。どうやるかっていうと、この肩にかけてたのを下ろして、さっき半分にしたこの内側に
こうくぐらせます。型に落ちてたのをフォローして半分にしてた内側に入れる。で左上に出します。左上に出す。そしたら結べます。じゃあまず横にギュッと締める。でもこれだけじゃ緩いんです。根っこを持って体からグッと引っ張って、根っこを持って体からグッと引き剥がしてみましょう。そしたらこれだけまだ余裕があります。これをさらに引き締める。そしたらしっかり締まります。でもこのままだとだんだんこう緩まってしまう可能性があるので、結び目を逆にしましょう。短い方が上になるように結び目を反対向けます。しっかり締めといてください。で今度は反対の肩にかけときましょう。このこっちの長い方の帯で、おぶんこの左右の羽を作っていくんですけど、まずは根っこを、今半分の幅になっている根っこを開きます。もうこれで絶対ここの結び目は緩みません。帯も緩みません。まずここが中心で左右に同じ幅の羽を作りたいです。なのでこっちでこれくらいかなっていう体の幅、この辺に羽を持ってきます。で反対もこの辺かなっていうところで今度は内側に折ります。で余った分は巻いていく、筒状にしましょう。そしたら羽ができました。こんな感じになってます。そしたら真ん中で山を取ります。どういうことかっていうと、こういう風にリボンの中心を作ります。でよく皆さん失敗しはるのが、先開きましたよね、ここ根っこを開くって言って開きました。でもここを持たずにこっちだけでやってしまうっていう失敗があります。こうしてしまったらここがぐちゃぐちゃになるんです。なので1枚目も一緒に持ってあげてください。ここも一緒に、最初に中からグッと半分のとこに指を当てて山を取ります。ここ山折り、幅を半分にして山折りにします。そしたら再度は折り上げます。同じ高さにすると綺麗になりますよ。ここもしっかり一緒に折ってあげてくださいね。こちらも一緒に折ってあげてください。ここまでできたら布目をしっかり端まで通します。布目を通します。折り紙を折るみたいな感覚で綺麗に畳んでください。この工程がすごく大事です。仕上がりに差がつきます。折れました。こんな感じで W になるように端までしっかり折りましょう。では真ん中ちゃんと持っててくださいね。そしたら肩にかけてたのを下げてきて、このすぐ内側に入れます。でこれこの辺から入れるとなかなかやりにくいので、先っぽを入れるようにしてみてください。でどっから出すかっていうと、この根っこのこれが出てきてるこの場所です。ここから出します。ここです。ここからギューッと引っ張ります。はい、そしたらここで羽の左右の長さを整えましょう。今こっちの方が長いので短い方を引っ張って左右の長さを揃えます。そしたらもう一周もう一回巻きつけてください。でしっかり引っ張ります。そしたらこれを今度は内側に、上から帯と伊達締めの間に入れます。で先っぽをしっかり入れましょう。帯の手前に入れてしまうと
回しづらいので注意してください。そしたら下からこれ結構出て皆さんびっくりされるんですけど、いっぱいいっぱい出ます。出ないかなと思っても出ます。そしたら最後このピロピロを外側に巻いてリボンの下に入れて、リボンがぐっと上につくように土台にします。この中に入れます。これをくるくる外側に巻いてリボンのすぐ下に入れて土台にしました。はい、これで形はできました。あとは形を整えるだけです。どうやるかっていうと、皆さんよくこう横に向けた柄貼るんですけど、おぶんこの正しい形はこうです。最初に取った山が上を向きます。この最初の真ん中の山折りが天を向くようにしてまず置きます。そしたら片方ずつこの根っこを両手で持って下に下ろします。反対も根っこを持って広げながら下に下ろします。この形がおぶんこの正しい形です。おぶんこの由来は踏み箱ですね。入れ物が由来で、箱の形なのでここに空間ができるようにするとかっこいいです。こう立体的にしましょう。寝ているよりも立ち上がってる方がかっこいいです。では最後に回して終わります。帯の回し方なんですけれども、回す方向は左の襟がこう上にかぶってますよね。なのでこの着物の襟に沿ってこっち方向に回します。時計回りです。そしたら右手で中心を持って、帯結びの中心を持って、左手は左の腰下を持って息を吐きながら回します。そしてこの辺まで行ったら今度持ち替えて、右手は上持つ、左手は帯の下の腰あたりで持つ、で回します。で一度行き過ぎてください。回して左の腕にこの羽が当たるぐらいまで行き過ぎます。でちょっと戻して中心に揃えましょう。これなんでこんなことをやるかっていうと、ぐーっと回すと着物がぐーっとずれていきます。それで最後にちょっと戻すことで中心が元通りになるというわけです。これで帯も完成しました。いかがでしたでしょうか。初めはちょっと難しいなと感じはる方もいらっしゃるかもしれませんが、繰り返し練習すると、あ、そういうことかって分かってくることがあると思います。半幅帯を一つご用意していただいて、服の上からでも全然構いません。ぜひ練習してみてほしいです。半幅帯は軽いですしコンパクトですし、畳むのも簡単なのですぐ練習できると思います。ちょっとした合間を見つけて夏のお出かけのためにちょっと頑張ってみてください。もしも何かリクエストなどがございましたら、コメント欄にどんどん書いてってください。今回の動画についてはブログの記事もございます。概要欄に URL を貼っておきますので、そちらもご参考になさってほしいです。素直でした。